はい、セブンイレブンのコーマヨネーズパンでございます。メロンパンの続きでいただきます。うん、うん、ふわふわトロトロでおいしい。うん、コーンマヨネーズとね、パンも合うし、お寿司屋さん行ってもあるじゃないですか、コーンマヨネーズ軍艦で、美味しいですよね。うん、うん、うん、ガーシー逮捕状で男を挙げた綾野剛。いや、綾野剛は未成年の女の子に酒飲ましてレイプをしたんですよ。男が上がるわけないじゃないですか。カンニング竹山、ガーシー容疑者、あ、カンニング竹山もすごい人ですよね。結局は多数派におんぶに抱っこして長いものに、ま、何巻かれてね。うん、この人もすごい人だよね、カンニング竹山。まさにカンニングばっかりしてる人だよね。ガーシー氏に4000万円立て替えた麻生氏、逮捕状請求にシナリオ決まってるんだね。うん、そうそう、脅迫も良いことではないけど、その著名人が何をやって脅迫されてるかも明らかにした方がいいよだと。うん、だからあれでしょ、綾野剛は17歳の女の子に酒飲まして淫行したことを、お前それでええんか、男として間違ってるんちゃうんかって怒られたのが綾野剛でしょ。脅迫なんかな、これ。真実の暴露でしょ。それから三木谷さんも、そのウクライナ人がね、日本に逃れてきた人となんか乱交パーティーをしたってことでバレてましたけども、三木谷さんが悪いんじゃないの、これ。何なんですかね。うん、麻生氏は人が人を裁くなんておこがましいと思いませんかみたいなね。ほんとね。だから参議院で3分の2以上の賛成とか言ってますけども、あれはだから、あのガーシーの除名に反対したらそれはそれで叩かれるから、しょうがなく賛成したわけでしょ。でそういう人がいるから、その民意なんて反映されてませんよね。うん、終わってますね、もうね。メロンパンも、そしてコーンマヨネーズも終わってます。いただきます。ありがとうございました。